皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディイバスタの時間です。この動画は中学校3年生の社会、現代の日本と世界の内容です。今日は日本の領土をめぐる問題とその歴史について特設で学習していきます。教科書とノート、資料集などを用意しましょう。本日の課題は、 領土をめぐる問題の歴史的起源について日本政府の見解を理解しようです教科書252ページを見てください日本周辺の地図が描かれています日本は第二次世界大戦後周辺の国々と友好を深めてきましたその一方で現在でも領土をめぐる問題を抱えています 地理でも学習しましたがどこの島々か覚えていますか動画を止めて教科書をもとに確認しましょう竹島は韓国が北方領土はロシアが尖閣諸島は中国台湾が不法占拠ないし領有権の主張をしていましたねこれらの島々は、 いつから日本の領土となり、どのようにして領土をめぐる問題となっていったか、まとめましょう。では、竹島について調べていきましょう。竹島はいつから日本の領土となり、いつから韓国に不法占拠されているか、歴史的な流れをまとめてみましょう。それでは動画を止めて教科書で確認してみましょう。竹島は、 江戸時代の初めから幕府の許可を得た鳥取藩の町人が足利カをしていました1900年代に入り足利カが本格化したことを受けて日本政府は1905年に閣議決定を行い竹島を島根県に編入し2月22日に知事が告示しましたところが韓国は1952年にサンフランシスコ平和条約が発効する直前に 突如、偽証版ラインを公開上に一方的に引き、領有権を主張しました。これに対して日本政府は厳重に抗議しましたが、1954年に韓国は警備隊を駐留させ、不法占拠を始めました。この問題は、1965年の日韓基本条約でも解決されず、現代に至ります。 島根県では2005年に竹島編入を告示した2月22日を竹島の日と定めるなど返還要求運動を続け日本政府も国際司法裁判所に提訴するなど外交努力を行っています続いて北方領土はいつから日本の領土となりいつからロシアに不法占拠されているか流れをまとめましょう それでは動画を止めて教科書で確認しましょう日本とロシアは1854年に日露和親条約を結びましたそこで択捉島以南を日本領ウルップ島以北の千島列島をロシア領と呼びました1875年には樺太千島交換条約を結び ウルップ島以北の千島列島が日本領となりました1945年終戦間際に日ソ中立条約に違反しソ連が日本に参戦しました終戦直後ソ連は北方領土に軍隊を上陸させ9月初めまでに不法占拠を始めました翌年には一方的にソ連領に編入し日本人を強制退去させました 1956年の日ソ共同宣言でもソ連が全党の返還に応じなかったため平和条約を締結するに至りませんでした1981年日本政府は日露和親条約を結んだ2月7日を北方領土の日と定め引き続き返還を求める交渉を続けています最後に尖閣諸島はいつから日本の領土となりいつから中国や 台湾が領有権を主張してきたかまとめましょう。それでは動画を止めて教科書で確認しましょう。尖閣諸島は1895年に閣議決定により日本の領土に編入されました。それまで10年近く現地調査を行い、尖閣諸島が無人島であるだけでなく、清の支配が及んでいないことを確認してきました。 その後、民間人が移住し、かつお節の製造や羽毛の採取などの仕事を行い、住民が暮らしていました。第二次世界大戦後、尖閣諸島はサンフランシスコ平和条約で、日本が領有権を放棄した台湾や宝庫諸島には含まれず、沖縄の一部としてアメリカの統治下に置かれました。そして、1972年の 沖縄返還に伴い日本に復帰しましたところが尖閣諸島周辺に石油や天然ガスの埋蔵の可能性が確認されると中国や台湾が領有権を主張し始めましたしかし現在も尖閣諸島は日本が実効支配し広く国際社会から日本の領土として認められています それでは学習のままとめをししてみましょう学習課題に対して自分の言葉でまとめてみましょう。学習ののまとめの例です以上のように竹島、北方領土、尖閣諸島における領土をめぐる問題点について正しく理解することができましたかこれで本日の授業は終わりです。次回は 日本の高度経済成長についてまとめていきます。それではまた。